こないだ堀口くんの件で、暇空茜様をこすったら、また暇空茜様に、事実の陳列をされてしまいました。これは許せないだろ。激怒。昇魂の怪物が、また俺の花髪を拾って、伸ばして干して売ってる。申し訳ないが、その表現は草、事実陳列罪やめてください。事実の陳列はリーガルハラスメントに該当しますので、これは到底許すことはできません。怒りのプレスリリース不可避、すいません許してください。何でもしますから、だって堀口くんをこすろうと思ったら、ちょうどいい感じのツイートがあったんですよ。これはもうこするしかないでしょ。最近藤尾寺のせいで、WBPC 関連の件を全然動画にできていないので、今後また暇空茜様をこすりまくるかもしれません。まあでも、1日7回ぐらいこすっていた頃に比べたら、だいぶ控えめにはなるかと思います。今後はおそらく、多くてもせいぜい1日4、5回でしょう。私の動画を紹介していただき、ありがとうございました。それでは暇空茜様の過去ツイートから、拾い損ねたものを、一部紹介します。他人の花髪を、勝手に拾って売る男。コラボが補助金を受けない、というニュースに対するツイート、さっきのライブでも話しましたが、コラボは WBPC では最弱。これはコラボの問題ではなく、何かグループの問題です。まだ山の1合目、これからも頑張ります。これでまだ1合目とか、頭おかしなるで。まあ住民訴訟は時間がかかりますから、WBPC との戦いはマラソンみたいなもの、と私も兼ねてから言っている通りですね。長い戦いになりそうですが応援していきましょう。思えばもう去年11月の、リーガルハラスメント会見から、ちょうど半年ぐらいでしょうか。早すぎー、今でもあの会見は昨日のことのように覚えています。あの会見を見て、これはいけるな、と私の中の昇魂が確信しました。シュナムルさんが、週に1回くらいのペースで5分くらいだけ、鍵外してすぐに鍵かけるって行動を、ずっとしてるらしいんだけど、鍵を開けた状態でなんか怖い目にもあったんだろうか、フラッシュバックしてるとか、心配だわ。あくまで一般論を申し上げますが、主にシュナムル研究所のせいではないでしょうか。あんなことされたらそらトラウマになるで、まあ擁護する人もほとんどいないレベルで、嫌われていたので残党ですけども、ちなみにシュナムルさん、なんと現在は復活しています。あまりにも地味に復活しているので、ほとんど誰も気づいていないと思いますが、シュナムルさんに関してはまた別で動画を出しますので、お楽しみに。いやー動画のネタが大量にあって困っちゃうなー。また昇魂が暴走してしまうかもしれません。もしかしたらシュナムル研究所が、復活するという可能性も、なきにしもあらず、楽しみですね。ちなみに私がアマゾンアソシエイトを始めたのは、暇空茜様のツイートがきっかけです。アマゾンアソシエイトの報酬のグラフが、急に跳ねてるけど、こないだ紹介したパスタ作るやつが売れてるのか、みたいな感じの、暇空茜様のツイートを見て、アマゾンアソシエイトの詳細を調べた結果、ええやん。と思って始めました。それで今、毎月数万円の報酬を得ていますからね。暇空茜様のツイートを見なければ、アマゾンアソシエイトは始めてなかったですから、もろちん毎月数万円の報酬ももらえていませんでした。いやー本当に感謝です。世の中何があるかわからないですね。ちなみに最近飲んだワインで、私が気に入ったのがこちら、サンテロ、天使のアスキです。スパークリングワインなので飲みやすいです。というか甘い、甘すぎる、こんな甘ったるいワインは初めて飲みました。もはや甘口を通り過ぎて、完全にジュースですね。しかし香りも味も良く、非常に美味しいです。飲みやすさは二重丸です。とはいえスパークリングワインですから、ジュースとはまた違う味わいなんですよね。この甘みを摂取すると、脳内に幸福物質がドバーッと出て、気持ちええんじゃ。これは逆に需要あるかも、女子向けですね。私も女子みたいなものなので、こういうワインは大好きです。とにかく甘いスパークリングワインが飲みたい人におすすめの一本です。概要欄とコメント欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ一度買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。